ヒラの仕様は世界で活躍できるか最後のメッセージの謎と鍵を握る先輩たち。ヒラの仕様がキンプリコとキングプリンスコーンを脱退してから数週間が経ちましたが、彼の最後のメッセージが話題となっています。そのコメントの中で彼は、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。 もし天国であったら怒られるんだろうなしょう、と述べ、ファンたちを心配させました。しかし、このコメントから彼の今後の活動にはどのような影響があるのでしょうか平野の目標とは明らかにグループの世界進出を指していると思われます。また、このコメントにジャニー北川氏の名前が登場したことも注目されています。 このメッセージは有料会員制サイトのブログで配信されたもので、特定のスマートフォンでの見閲覧できる仕組みと言われています。そのため、ジャニーズ事務所がなぜこのメッセージを許可したのかは不明です。しかし、平野のコメントは批判的なものではなく、微妙な内容であったため、ファンに届けられたとも言えます。彼が天然なのか、それとも作詞なのかはわかりませんが、 彼は確かに注目すべき存在です。ジャニーズ事務所を辞めていく平野が、プチ暴露したという形になりましたが、このメッセージが配信された背景には複雑な事情があると言われています。平野は現在、渡米して休暇を楽しむ予定です。彼は語学の習得を目指す一方で、テレビ番組や雑誌への出演オファーも受けているようです。一部では、 平野が辞めてしまうと、干される、可能性があると心配する声もありますが、ジャニーズ事務所は現在性加害騒動で揺れており、さらなる批判を避けるために圧力をかけることは避けるでしょう。また、平野の最後のメッセージが抑え込まれれば、後々に暴露される危険性もあるため、彼の意向通りに配信された可能性もあります。これらの背景を考慮すると、 平野は今後も自由に活動する可能性が高いでしょう。キンプリで絶大な人気を誇り、多くのファンを持つ平野について、ジャニーズ事務所は良好な関係を築くことを模索しているようです。平野はアーティスト志向が強く、アイドルらしい活動は控える方針を示しています。 ジャニーズの現役タレントと競合しないため、両者が共存するための方法を模索しているのです。藤島ジュリー稽子社長は、平野が辞めるまでの間に会合を持ち、様々な取り決めを行ったとされています。例えば、ジャニーズの現役タレントとの共演を制限したり、辞めるまでの経緯についてはメディアで話さないことを約束したりといった内容です。 平野もこれらの取り決めに了承し、今後の活動についてはジャニーズ事務所と相談することもあるようです。基本的には歌手活動をメインにするアーティストとしての道を進む予定の平野。彼は俳優としても高い評価を受けていますが、作品選びに慎重さを持って取り組むことになるでしょう。ただし、彼の主な焦点は世界進出です。 元ケヤキザカ46の平手ユリナが所属するハイブジャパン BTS でおなじみのハイブへの参加も平野の獲得に興味を示しているとのことです。平野は退場後様々な芸能関係者と会合を持っているようであり、近々彼の今後の活動が発表されることでしょう。その中には、 平野が尊敬するジャニーズ事務所の元先輩である山下智久も含まれていたとの報道もあります。平野と山下が会合を持っているというのは驚きですが、その先にはある人物の存在が見え隠くれしているようです。平野は 1OK、OK、ロックのボーカルであるタカに会いたがっているとされています。タカは元ジャニーズ事務所の所属で、現在は大手芸能事務所のアミューズを離れ、 自身の会社で海外展開を行っています。彼らのラウドロック系バンドは知名度を上げ、アメリカで大活躍しています。平野は山下を通じてタカに会うための仲介を頼んだとされています。山下とタカはかつてニュースのメンバーとして活動していました。 二人は不仲だと報道されたこともありましたが、現在は世界で活動する仲間として良好な関係にあると言われています。平野は山下と高に助言を求めるつもりのようです。退場したばかりの平野にとって、夢である世界進出への希望が早くも見えてきました。彼の先輩たちの助言が成功につながるのか、ファンにとって今後の彼の活躍に期待が高まります。